この動画では肩関節の関節包と下椎気包について画像診断に必要な知識を整理していきたいと思います。前回肩関節の筋肉についての動画を上げましたが、今回は肩関節の解剖の第2弾として関節周囲を取り巻く関節包と腱や靭帯の付着部の摩擦を軽減する活性気泡をピックアップして解説していきたいと思います。これらの解剖構造を理解しておかないと、関節包に関連する解剖が疾患に見えたり、また腱板損傷などの他の疾患に伴って活性気泡の液体貯留があった際に、どの活性気泡に液体貯留があるのかわからなくなってしまいますので、これらについて整理することは非常に重要だと思います。今回の動画の目標としては、肩関節の撮像や画像診断に必要な関節包と活性気泡の知識について整理すること、そしてそれらの画像診断画像解剖について理解し、教科書的な知識と関連づけることを目標にお話していきたいと思います。実際にはこれらのキーワードについて解説をしていきますけれども、動画のところどころで肩関節の筋肉の名前が出てくると思いますが、筋肉についてはすでに別動画で解説済みですので、もし筋肉について整理できていない方はそちらの動画を先に見ていただけたらと思います。それでは本編を始めさせていただきます。まずは肩関節の関節包の基本構造について見ていきたいと思います。関節包は関節周囲をこのように袋状に包み込む構造物です。内部は関節液で満たされていますが、骨と骨の間のスペースが関節ですが、体を動かすために骨同士が衝突し摩擦によって削れてしまうため、骨、腱、筋肉などのそのような摩擦を低減させ関節の運動を滑らかにするという働きをしています。骨の周囲には関節軟骨があり、さらにそれを関節包が覆っているわけですけれども、関節包に関しては関節液を出す滑膜が内側を膜張りしており、その周囲を結合組織である繊維膜が覆っています。関節液に関しては滑膜から産生され関節軟骨で吸収されます。またこの結合組織でできている繊維膜については、肩関節の場合には結合組織として関節上腕靭帯という構造物が非常に重要です。こちらに関しては後で詳しく説明していきたいと思います。それでは肩関節の関節包について構成を詳しく見ていきたいと思います。こちらに上腕骨があり肩甲骨がありますが、その2つの骨を包み込むような構造物が見受けられます。こちらが関節包の内側の滑膜の部分であり、この滑膜から関節液を産生しています。その周囲にはこのような結合組織が周辺を覆っているわけですけれども、こちらが関節上腕靭帯と呼ばれる肩関節特有の結合組織です。こちらは靭帯という名前がついていますが、関節包を構成しているひだのようなイメージを持つと分かりやすいと思います。こちらも後で MRI の画像で確認していきたいと思います。関節上腕靭帯に関しては今緑色でピックアップしている上関節上腕靭帯、真ん中にある中関節上腕靭帯、下側にある下関節上腕靭帯の3つがあります。袋状に包み込んでいるため上関節上腕靭帯、そして後ろ側にも中関節上腕靭帯、下側にも後ろの下にも下関節上腕靭帯があります。このような滑膜を結合組織が覆っているというのが肩の関節包の基本構造となります。続いて関節包の正常変異について見ていきたいと思います。関節造影後の MRI 画像を確認してみると、関節腔に造影剤を注入してみると、関節包というのは上腕骨頭と肩甲骨を包み込むような構造をしているため、特に肩甲骨の前側では造影剤が意外と内側まで広がっていることがわかります。この内側まで広がっているのを正常として正常なものとして認識しておくことが非常に重要で、関節包の正常変異は前方部分に多く、特にこの3番目の分類のようにかなり内側にまで関節包が広がっている場合があります。こちらを正常変異として認識しておかないと、このような内側に広がっている場合に関節包が裂けているというふうに誤診してしまう場合があるため、このような正常変異も一度確認していただけたらと思います。
肩関節の関節包には上腕骨と肩甲骨を取り巻く関節上腕靭帯があります。関節上腕靭帯はグレノヒューメラルリガメントですので、頭文字を取ってよく GHL と呼ばれます。関節包のひだに相当する部分で、肩甲上腕関節の補強、安定性の向上に寄与しています。関節上腕靭帯は上中下の3つのパートに分かれ、スーペリオール、ミドル、インフェリオールの3つを使って SGHL、MGHL、IGHL と呼ばれます。こちらは肩甲骨の関節下を正面から見た画像ですけれども、関節下にはそれらを取り巻く繊維軟骨である関節芯があります。この関節芯はよく時計の針に例えられ、こちらが12時方向、1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時というふうに時計の針の方向にパート分けされています。そして上関節上腕靭帯に関してはおおよそこの1時の方向から走り、12時方向から走る上腕二頭筋長頭腱の前側を走行しています。中関節上腕靭帯に関しては1時から3時方向に起し、下関節上腕靭帯に関してはアンテリオルバンド全体とポステリオルバンド後体に分かれ、全体に関しては2時から4時方向、後体に関しては6時から9時方向から起始しています。そして下関節上腕靭帯に関してはこのようなハンモック状の構造物となっており、この部分を液化脳と言います。それぞれの靭帯については文献によって様々書かれていますけれども、上関節上腕靭帯に関しては内転の際の安定性に寄与していると言われています。中関節上腕靭帯に関しては肩を45度外転させた際に、その状態で外旋させた際の安定性に寄与。 IGHL 下関節上腕靭帯に関しては60度以上外転させた際の肩の安定性に寄与していると言われます。そして先ほども説明しましたが、下関節上腕靭帯は液化のアキシラリーポーチを形成しているという特徴があります。それでは MR 関節造影の画像を使って関節上腕靭帯の走行について見ていきたいと思います。関節上腕靭帯に関しては関節包のひだのような構造物ですので、造影剤を関節包に注入した MR 関節造影で非常にわかりやすく描出することができます。こちら肩甲骨の Y ビューが描出されていますが、右後突起があるこちら側が前側、肩峰があるこちら側が後ろ側となります。スクロールしていくと、この部分で関節下を取り巻く繊維軟骨である関節芯が見えていますが、その断面でこのようなひだ状の構造物が見えます。この前側に行っている構造物が上関節上腕靭帯、下側を行っているこの構造物が中関節上腕靭帯、もう一つ下側を行く太いひだが下関節上腕靭帯となります。上関節上腕靭帯に関しては右後突起と平行に進むような走行をしており、スクロールしていくとこちらに上腕二頭筋長頭腱がありますが、その前を走行しています。そして最終的にはこの上腕二頭筋長頭腱付近のこの部分の小結節に付着していることがわかります。続いて中関節上腕靭帯を見ていきますが、この部分から下側を走行し、こちらですね、こちら右、最終的にはこの部分の小結節に付着していきます。下関節上腕靭帯に関しては前側の全体と後ろ側の後体に分かれます。そして液化脳を形成し、このようにハンモックのように上腕骨頭の外科系の部分ですね、上腕骨頭の外科系の部分にハンモック状に付着しているという走行をとっています。このように関節上腕靭帯に関しては MRI のシャーシ上段が非常に観察しやすいため、まずこの断面で全体像をつかむといいと思います。続いて肩甲骨に平行なシャー環上段について見ていきます。こちらに右後突起が見えており、肩甲下筋と肩甲下筋腱が見えているため前から後ろに向けてスクロールしていきます。そうするとこちらに関節包の中にひだのような構造物が見えています。このひだのうち、こちらが上関節上腕靭帯、中関節上腕靭帯、下関節上腕靭帯となります。さらにスクロールしていくと、こちらも上関節上腕靭帯と下関節上腕靭帯が見えていますが、
スクロールしていくと、液化能がこのように見えていきます。この液化能に関しては、シャー環状断が非常にわかりやすいビューになると思います。続いて、横断像について見ていきます。極上筋とその付着部である極上筋腱のあたりから下にスクロールしていくと、こちらに烏口突起がありますが、この烏口突起の上の方のスライスでは、烏口突起と上腕骨を結ぶ烏口上腕靭帯があります。それよりも下のスライスで、このひだ状の構造物が見えますが、こちらが関節上腕靭帯です。こっから、この横方向に走る靭帯と、下方向にスクロールしていくと、追っていける靭帯に分かれていきますが、この横方向に分かれていくのが上関節上腕靭帯。下に下がっていくのが、こちらですね、中関節上腕靭帯となります。中関節上腕靭帯に関しては、肩甲下筋腱の後ろに非常に分かりやすく観察できており、このように上腕骨に付着しているところまで分かります。特にこの関節芯の前方で肩甲下筋の後方をこのように走っているというふうに確認しておくことが重要で、関節造影ではなくて通常の T2 スター強調画像の横断像などでもこちらを観察できることがありますが、これを大きな関節芯と見誤ってしまったり、また部分断裂や軟骨片がこの辺を転がっているなどと勘違いしてしまいがちですので、しっかりと中関節上腕靭帯がここを走行しているということを確認しておきましょう。さらに下がっていくと、今度はこちらに下関節上腕靭帯が見えています。こちらもこのように曲がりながら上腕骨の方に向かっていくのが明らかです。こちらが横断像での関節上腕靭帯の走行ですので、一度確認していただけたらと思います。続いて、肩関節周囲の滑液法の話に移っていきたいと思います。関節法は上腕骨と肩甲骨の骨と骨の間にありましたが、滑液法は筋肉や腱の付着部に存在する小さな膨らで、その部分の摩擦を軽減しており、関節法と滑液法は厳密には区別して頭に入れた方がいいと思います。肩関節周囲の滑液法としては、肩峰下滑液法、三角筋下滑液法、長頭腱周囲滑液法、肩甲下滑液法、烏口下滑液法、烏口上滑液法、肩峰皮下滑液法などがありますが、この中では長頭腱周囲滑液法や肩甲下滑液法なども重要ですけれども、特に重要なのはこの赤字で示したもので、肩峰下滑液法、三角筋下滑液法、烏口下滑液法が特に放線技師にとっては重要だと思います。これらの滑液法について詳しく説明していきたいと思います。それでは、肩関節の滑液法について 3D で立体的に見ていきたいと思います。こちら肩関節の肩甲骨と上腕骨になりますけれども、例えば、この肩甲骨の肩峰の部分と、その下のこの棘上筋の部分の間に、このような袋状の構造物があることがわかります。こちらが、肩峰下滑液法と呼ばれる滑液法です。なぜこのようなものがあるのかというと、例えば腕を動かすために当然この棘上筋は動くわけですけれども、棘上筋が動くために、この上にある肩峰や、この辺の烏口肩峰靭帯といった硬い構造と擦れてしまうわけです。そうすると腱や靭帯、骨などがダメージを受けてしまいますので、それを軽減するために滑液を産生し、摩擦を軽減するという役割をこのような滑液法はしています。こちらが肩峰下滑液法。また、この上にも、皮膚と、このような骨の間に滑液法がありますけれども、こちらが肩峰皮下滑液法、など、様々な滑液法があります。重要な滑液法を特に見ていくと、まず、こちらに、三角筋下滑液法というのがあり、少し筋肉を増やしてみると、こちらに三角筋と呼ばれる非常に大きな筋肉があります。この三角筋を透かしてみると、この部分に滑液法があるわけですけれども、三角筋と骨の付着部に存在し、その摩擦を軽減しているというのが、この三角筋か滑液法の役割です。また、この部分に肩甲下筋がありますが、
その剣の部分をなくしてみると、こちらにも活液法が見受けられます。こちらが健康化活液法といって、健康化菌と骨の付着部の摩擦を軽減しています。また、こちらに上腕二頭筋の長頭がありますけれども、こちらがその上にこのチューブ状のものに包まれていることがわかります。こちらが長頭腱周囲活液法で、上腕二頭筋の長頭がこのように上腕骨にかかっている部分の摩擦を軽減する役割をしています。これらが重要な活液法の構造であり、基本的には腱や靭帯、骨が接触する部分に存在し、それらの摩擦を軽減している役割があるということを頭に入れていただけたらと思います。活液法に関しては潜在的なスペースであり、通常 MRI では全く見えないか、見えても液体貯留がわずかに見えるというような状態です。しかし、この部分に炎症が起こったり、付着部に非常に負担がかかり、摩擦を減らすために活液を産生した場合には MRI でも見えてきます。こちらは腱鞘下活液法と三角筋下活液法に液体貯留がある症例ですけれども、通常腱鞘下活液法と三角筋下活液法は連続しているため、このような一連の液体貯留として見えています。こちらは腱鞘下活液法の液体貯留で、右後突起のすぐ下、腱鞘下筋のすぐ上に液体貯留が見受けられます。こちらは右後下活液法の症例で、腱鞘下筋とその前の筋肉、右後腕筋と上腕二頭筋の担当の複合部のこの間のスペースに液体貯留が見受けられます。このような活液法の液体貯留があった場合には、なぜその部分に液体が貯留しているのかを考えながら撮影を続けていくことが大切だと思います。こちらは肩関節の関節造影の画像ですけれども、関節法が造影剤で満たされていますが、それと同時に肩鞘下活液法と長頭腱周囲活液法も造影されていることがわかります。つまりこれら2つの構造物は関節法と交通しているということになります。関節法と肩鞘下活液法に関してはウェイトブリヒテ孔やルービエ孔という穴で交通しており、関節法と長頭腱周囲活液法とも交通があります。これらはこの関節法に液体貯留があった際に、それらを外に逃がすことによって関節法内の圧を調整するために交通していると言われています。肩鞘下活液法の場合には関節液と連続性があるため、少し液体貯留があっても違和感はありませんが、右後下活液法に液体貯留がある場合には注意が必要です。まず肩鞘下活液法と右後下活液法の場所の違いに関してですが、横断像や環状断で判別することは非常に難しく、斜視上断での観察が有用です。こちらの図のように、こちらに肩鞘下筋があり、肩鞘下筋の上の部分にあるこの右後突起のくびれでできるこのスペースですね、こちらのスペースに液体がある場合には肩鞘下活液法の活液とみなすことができます。それに対して肩鞘下筋とその前の部分に右後腕筋と上腕二頭筋担当の複合部がありますが、この間に液体貯留がある場合には右後下活液法の液体貯留と見分けることができます。この右後下活液法に関しては一般に関節法との交通はないとされ、疾患がある時だけ液体貯留が目立ってきます。こちらの症例は棘上筋の活液法則の部分断裂の症例ですけれども、斜視上段を見てみると、肩甲下筋と右後腕筋、上腕二頭筋担当の複合体の間に液体貯留が見られ、こちらは右後下活液法の液体貯留と見ることができます。このように右後下活液法の液体貯留は腱板損傷や腱板側病変などと密接な関連があると言われており、こちらの液体貯留は重要です。またこの右後下活液法に関しては肩鞘下三角筋下活液法と 11% 程度の頻度で交通が見られるとされ、肩鞘下三角筋下活液法に液体貯留がある場合にはこちらに流れ込んでくる場合があるので注意が必要です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は肩甲骨と上腕骨を取り巻く関節法と
腱や靭帯の摩擦を軽減する活液法の内容について整理させていただきました。関節法に関しては滑膜と繊維膜からなり、その繊維膜の結合組織にひだ状の関節上腕靭帯があり、画像をスクロールしながら確認していきました。活液法に関しては MRI でよく取り上げられるのが腱膀胱活液法と三角筋胱活液法で、これらは通常連続しています。また臨床上重要なのに右硬化活液法の液体貯留がありますが、このような斜視上段のビューが非常に重要で、腱硬化活液法と右硬化活液法を見分けるコツなども紹介させていただきました。以上、今回は肩関節の関節法と活液法について勉強しました。この動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。